はい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 、皆さんこんにちは、ガミです。僕は今新宿駅に来てるんですが、今回この動画は上野東京ライン常磐線緑快速の最強列車を乗り通してきたということでやっていきたいと思います。常磐線緑快速の最強列車、要は一番長い距離を走る列車っていうのは、品川発安孫子経由の成田駅っていうのが一番長いんですよね。乗り通し企画、僕のチャンネルで結構やってるので、やっぱ緑快速の最強列車も乗り通していきたいということで、じゃあ今回は品川から、成田まで乗り通していきたいと思います。じゃあまずはここ新宿から成田までの乗車券を買いましょう。じゃあ新宿から成田までの乗車券を買いましょう。新宿から成田っていうのは、成田あった、1320円なんですね。でも新宿から成田で投資で買うより一回上野で区切った方が安くなるということなので、じゃあ上野で一回区切って乗車券を買いたいと思います。じゃあとりあえず上野から成田までの乗車券を買いましょう。乗車券がこれかな。乗車券で本日で上野から成田なんで、成田ということで、これでじゃあ920円ということですね。こうやって分割すると若干安くなるということです。成田っていう風に出るんですね。そうで、こちらが緑快速の最長距離を走る品川発成田駅です。10+5の15両編成なんですが、前より5両が途中の安孫子止まり、後ろよりの10両が終着の成田まで行くということですね。じゃあせっかく空いてるので車内の様子を撮っていきましょう。といっても、そうなんですか、ナンバリングに対応してる。本当だ、 JT03 って出てますね。ナンバリングに対応してるということですね。で、車内は普通通りの、よく見る座席ということですね。そう、どれぐらい硬いのかっていう感じなんですね。なんか結構ほこりが出てくる。汚ねえのこれ。ソファーみたいな。ソファーですか。素晴らしい。結構硬いですけど。最上級。最上級なのこれは。だいぶ格が低いな。常磐成田線直通っていう風にご丁寧に書いてくれるんですね。いいね。で、そう、隣の5両は、安孫子止まりということです。
ゃあ何でしたっけ、ね、この緑快速の魅力についてあのガミリスが語ってくださるそうです。この緑快速なんですけど、あまずこれ普通の23インチと比べて速いんですよね。あの前に止まってる あの近郊型と同じ速度を出せるんですよ。あ120キロ出るらしいですね。120キロ、うん、遅れ回復時には120出すし、はい、大体柏から南柏の間で110は出てるんじゃないかなって、はい、結構速いんですね、うん、でこれ0番台だから通勤型でなかなか出さないから、はい、だからうん、231の通勤型の本気を出せる、うん、あ、うん、車両、あそうなんですね、うん、やっぱ231の中でも結構速い部類だということなんですね、うん、で二更新と更新っていうのがあって、はい、それ何ぞやかっていうと、はい、まあ総武観光とかでも、はい、今あの危機更新とか500番台とか置き換えてるようにこの0番台も置き換えが進んでるんですよね、はい、あ未更新のね、はいはい、二更新っていうのは今の山手線のあの500番台のようなあんな感じの VVVF の音を指してるんですね、はいはいはい、で更新っていうのはまあその逆ですよね、新しいものをっていうことで、はいうんまあ、つい最近でその未更新更新っていうと、はい、あの E231 の宮山の、はいまあ、いわゆる山初期っていうのが、はいうん、更新更新してますよね、うん、あんな感じのように、はい、モーターの部類は違うけど、まあ、ドア開閉音とかも、はい、あと TIMS の大きさ、はい、あと VVVF の箱、あじゃあいろいろ加えてるんですね。うん、あそうなんだ。で基本編成はもう全てもう変わっちゃって、はい、あの総武観光から来たマト118と119はまだ未更新だけど、はい、純粋のね、はい、あの編成、うん、既存編成とあと付属ももう、はい、ほとんどがもう更新されて、あそうなんですね、未更新があと何編成、うん、数えるぐらいかな。あじゃあよかったら未更新狙って乗ってみてっていうのは結構難しいけど、うんまあ、未更新と更新の違いを意識してみてはいかがでしょう。お待たせいたしました。11番線から上半線快速成田行き間もなく発車です。11番線ドアが閉まります。ご注意ください。成田行き間もなく発車です。ドアが閉まります。1号車
品川から1時間我孫子に着きました。で、我孫子で前より5両を切り離しということなんですね。停車時間中に、まあ、せっかく我孫子に来たからじゃあ弥生軒で唐揚げをお持ち帰りで買いたいと思います。小林駅です。じゃあこの小林駅で上下列車が交換するということなんですね。もうでもやたら閑散としてますね。終着成田に着きました。まあ、大体品川から2時間かかったっていうことなんですね。まあ、乗り通しのレベル的にはまあ結構低いっていう感じなんですが、まあ、でも乗り通し結構増解決とかも見られるんで面白いということですね。じゃあこの動画はここで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。